2年前某ネットオークションにて車を落札しました極力出費を減らす目的と軽い小旅行のつもりで直接先方の住む新潟県まで車両を引き取りに行くことにしました1人では寂しいのと車で行く,と車で行くため最低あと1人いないと帰ってこれないそこで親しい友人を誘い2人で引き取りに行くことにしたのです 予定としては引き取り日の前日に出発し途中富山県のビジネスホテルにて一泊翌日早朝さらに北上し新潟県入りするつもりでしたこれはそのビジネスホテルにてこれまで霊感ゼロと思い込んでいた私が体験した話です東海・北陸道をひた走り岐阜県高山市を抜け富山県入りした時はすでに深夜12時を回った頃だったと記憶しています 宿泊先のビジネスホテルは富山県富山市大きな国道から一本裏に入ったところにありましたが事前に宿泊の予約を取っていましたので場所は把握できていました同行の友人は親しい間柄とはいえ女性なので念のため別々の部屋を予約入浴を済ませ古臭い小型テレビの電源をつけ地方番組をしばらく鑑賞 翌日は早朝出発でしたので早めに切りをつけ就寝準備を始めました部屋の間取りはよくあるタイプのもので至ってシンプルでした長方形の間取りに入り口から窓まで約 5m ほどの距離部屋に入ってすぐ右手にユニットバスがあり幅 2.5m ほどの通路を挟み左手にテレビ右手にベッドがレイアウトされ,、えー、レイアウトされていました 就寝準備を終え横になりうとうとしだした頃浴室から水が流れるような音が聞こえてきました初めはテレビ放送終了後の砂嵐かと思いましたが電源は切ったはず目を開けるとやはりテレビの電源は落ちていました耳を澄ますとやはり水の流れるような音が浴室から聞こえてきます浴槽に溜まった水が排水溝に流れ出ているような感じでした このまま眠ってししし、ままままおうと思いましたが音が音耳につくしこのまま寝てしまってはいくらなんでもホテル側に申し訳ないと思い体を起こし浴室に向かうことに浴室の扉を開けると案の定浴槽からどんどんと水があふれ出ていましたシャワーが出っぱなしになっておりそれが原因で浴槽に水がたまり流れ出している状態 このビジネスホテル外装はきれいにリニューアルしてあるものの肝心の内部については手つかずの状態でえらく古臭い印象を受けましたよくあるケースですね水回り関係にもだいぶガタが来てるなぁ勝手にシャワーが出ちゃってるよと思いシャワーを止め浴槽の線を抜きベッドに戻りましたベッドに横になり5分くらい経過した頃でしょうか自分の耳を疑いたくなるような状況に なんとまた浴室から水が流れ出ているような音が聞こえてきたのです水回りの調子が悪いあくまでも個人的な想像ですがとはいえものの数分で浴槽に水が溜まりきってしまうのはどう考えても異常です空耳であってほしいと願いつつ浴室のドアを開けると今度は目を疑いたくなる光景が 時間にして5分程度しか経過していないにもかかわらずシャワーからは仕切りなしに水が出ており浴槽から溜まった水が排水溝に向かって流れ出ていましたおかしいどう考えてもありえない現実にはありえないこの状況に戸惑いましたが同時にものすごい好奇心が湧き起こってきましたユニットバスですからや、えー、浴槽には当然仕切りのカーテンが引いてあります それをめくって中の状態を確認してみたいと恐る恐るカーテンに手をかけ覗き込むように中の様子をうかがいました何もないいや正確に言えば浴槽に水などたまってないしシャワーも出ていない床も濡れてないさっきまでは水浸しだったのに カーテンに手をかけて中を覗いた瞬間全て幻覚幻聴であったように浴室は無音の空間に変わっていましたさっきまでの好奇心は一気に恐怖心へと変化しました人間はこのような事態に陥ると思考回路が停止しますね後々考えればフロントに苦情を言いに行くなり隣の友人に助けを求めたりといろいろ案があったのですが私は頭から布団に潜り込み じっと夜が明けるのを期待し待つことにしたのです布団の中聞こえるのは自分の息遣いのみこの世界には自分一人しか存在していないのではないかとも思えてきましたどれくらいの時間が経過したのでしょうか潜り込んだ布団からちらっと窓を見ました「まだ暗い一体何時頃なんだろう?」 時計を見に行きたいのですが布団から出られるわけもなくただ時間が過ぎるのをじっと待ちましたとっとことっとっとことん不思議な物音で目が覚めましたどうも気づかないうちに眠ってしまっていたようですしばらく耳を澄ましその音に全神経を集中させましたとっとことっとっとっと,と移動してる その音は幅2 5メートルほどの狭い室内通路を移動していました部屋の入り口から私が横になっているベッドの横を通過し窓へ窓からベッ,ドをベッドの横を通過し入り口へこの流れをずっと繰り返しているのですまさに恐怖頭の中は真っ白です感じられる感覚は恐怖のみただじっと身動きせず布団にくるまり音が消えるのを祈りました狭く少しカビ臭いホテルの一室 浴室での不思議な体験。ずっと移動している不思議な物音。なかなか開けない夜私は汗をびっしょりかいて身動きできないでいました情けない恐怖心とは別に自分に対し嫌悪感を抱き始めましたもう25歳だよいい大人が子供みたいに布団に潜り込んで何やってんの 相変わらず室内を往復し続けている不思議な音いや正確には音は移動しない何かが移動していてその何かが音を発しているのです確認したいそれが何なのか怖い思いをしたが何に対して恐怖したのかを知りたいというよりも知っておきたい意を決し布団から外の様子を伺うその何かはちょうど入り口から向きを変えてこちらに進んできている もう少しでベッドに差し掛かる私は目を凝らすおいえ何ちょやばいその時の正直な感想です見えたのは白いワンピースのようなものを身につけた女性の膝から下少し短めの白いワンピース青白く細い足首から何かは女性であると認識できましたその女性はビッグを引いており 片足が不自由という意味わずかに跳ねながら歩いていますとっとことと,という不思議な物音は女性の足音だったのですその女性は部屋の入り口から窓までの約5メーターの距離をずっと往復していたのです布団のわずかな隙間から見える光景ですので膝から上は見えないいや見たくない当然この世のものではないと思いました あまりの恐怖に目を閉じ耳を塞ぎ発狂寸前でしたがじっと耐えました気がつくとうっすら日差しが差し込んでいました夜が明けたものすごい安堵感すぐにテレビをつけ気を紛らわしたのは言うまでもありませんチェックアウトの準備を終え部屋を出るその時不自然な位置に写真掛けがあることに気づきましたあえてひっくり返さずそのまま部屋を後にしました 友人の部屋の戸をノックしましたが返事がありませんすぐにでも昨日の体験を友人に話したいドアノブに手をかけるとガチャッと開きましたあれ部屋には誰もいません先に降りて行ったのかと思い私もフロントへフロントに行くと設置してあるソファーになぜか浮かない顔で腰を下ろしている友人を見つけましたどうした浮かない顔して 昨日妙にリアルな夢を見てと友人いや俺もね昨日すごいことが私の話を遮るように友人が話し出す昨日妙にリアルな夢を見たの私は天井かどこか高いところからホテルの部屋を見てる部屋は真っ暗で誰かがベッドで布団にくるまってて しばらくすると髪の伸びきった白いワンピースを着た女の人が入ってきて部屋中を行ったり来たりしてるの怖かった目が覚めてもまだ怖いと言葉を失いましたこんなことが起こり得るのかと友人に私の体験は話さないことにしました今でも思い出すと身震いしますその後数日は怖くて寝れませんでしたね きっと今でもそのビジネスホテルは営業しているのでしょう。私以外の方に被害が及んでいないことを切に祈ります。